いきますよ。よいしょ。おお。増えた。皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルのみーでーす。みーでーす。まこでーす。まこでーす。本日もよろしくお願いします。はい、ということで前回はこんな感じでたくさんいる村人さんの中から、司書さんを作り出して、で修繕の方を復活させるということをやりました。その後も初見台置いてみたり、あとコンポスターとかいろいろ置いてみたりして、村人さんとあとどんなように結びついてるのかをいろいろやってみました。で囚われている村人さんがいたりこんな感じで、なんかね、うまいこといかない感じありますよね。あの猫と結びついてるのもあったし、ゴー様と結びついてるのもあったり、であの後もなんか別の猫と結びついてたりもしましたよね。はい、そんな感じでちょっと新しい仕事場と村人さんの職業についてはとっても難しいです。はい、あ、そう、まこしがなんかバグなのか、いつものね、あのダサいセーターじゃないんですよ。でね、ちゃんとね、あの見た目で見たらに自転車のセーター着てるんですけど、あいにくちょっとマイクラの世界では表示されない形になってます。はいということで本日はですね、こちら、この間拠点にいた行商人さんからもらった穴サンゴもどきのブロックでナマコが増えるのかをやってみたいと思います。前回ね、やろうとして失敗しちゃったやつ、前回じゃないか、先日か。はい、ということで早速やってみたいと思います。はい、ということで早速このもどきでいけるのかわかんないんですけど、一回置いて、でその上にナマコを置いてやってみたいと思います。あ、全部中じゃないとダメなんですね。わかりました。じゃあこの2段のところですよね。置きます。よいしょ。置けた。置くのは置けますよね、そりゃ。じゃあナマコを置きます。よいしょ。ここまではできるんですよ。あとは増えるかですね。いきますよ。よいしょ。おー、増えた。普通に増えましたね。これサンゴなんだ。4つになりましたね。取ってみていいですか？増えた。取れたかな？私持ってます？あ、浮いてる。大変やん。1個浮いてる。あ、1個も持ってない私。それ？これが全部で4つ？あ、全部で4つでした。もう一回やってみよう。いきまーす。よいしょ。あ、かわいい。いきまーす。あ、増えた。増えましたね。いい感じ。取ってみよう。どこ？取りました？あ、ほんとだ。7個になってる。あ、7個だ。うん、あ、で1個でいいのか、1個がまた増える素材になってるから。へえ、こんな感じですね。じゃあ、 あの行商人さんからもらえるやつでいけましたよ。ほら、いけましたよ。これちょっと置いていいですか？光ってるのかな、なんか分かりにくいですね。こう置いといて大丈夫ですかね、ちょっと夜になるまで。あ、1個のブロックに4つ置けるってことですか？あ、ほんとだ、置けた。あ、できた。これの方が明るいとまこしが言ってます。ちょっとこれ置いときますか。あ、こっちにも1個、こっち。あ、でもここじゃ増えないですよ。あ、1個と4個で、はいはい、理解してなかった。じゃあここに置きます。1個だけ、こっち1個だけ、こっち4個。これは後で見てみましょう。はい、夜になりました。だがしかし周りが明るくてよくわかんない一回砕いてみますか。明るいのかな。いきますよ。ひょん。あ、全然違う。浮いてる。明るいみたいですね。こっち今の4個の方、これ1個じゃちょっとなんか暗い感じしますね。砕いてみます。よっ。1個じゃちょっとよくわかんないですね。でも4つのやつは明らかに暗くなりましたね。ここ周りが明るいけど、あ、置いてみます。
置きますよ。これ1個いきます。おー違いますね。なんかナマコは光るんですって、水の中で。だからこんな感じで置いておくと本当は多分ね結構明るいと思います。はい、ということで今日はですね、ナマコ以外にも前回失敗したやつをなんと視聴者さんからコメントいただきまして、こういう風にやってみたらというアドバイスがありました。こちらです。現実世界の拠点と村をつなげたかったんですね、以前ネザーで。でもあの時は村の方から、ネザーゲートを作ったらこの私の後ろにあるものにつながってしまったという形だったんですね。でも、まあ、視聴者さんのコメントの通りネザー側からゲートを作ったらいけるんじゃないかということで、一応ね私たちいつも座標出してるのに全然役に立ってないから、で村の座標を8で割ったところをこのネザーの中の座標で確認をすると。はい、ということでこの今マコシがいる村側のこの座標ですね、この座標を割ったら、ネザー側8で割るとマイナス36の、まあ、8は高さなのであんまり関係ないんですけど、まあ、高さが8のマイナス65、ここになるそうです、ネザー側だと。なのでその地点に行ってそこでネザーゲートを作ったらこのマコシが今いる村のネザーゲートにつながるのではないかというふうにコメントをいただきました。ありがとうございます。なので、今日はそれをやってみたいと思います。はい、ということでまずはその地点を探してみます。いやーやばい、怖い、ドキドキする。行きます。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待って、考えていこう。こっち違う、減っていく方だから左の方ですね。マイナス36です。マイナス36地点、怖いよ。行きます。この辺はいない、大丈夫。あーもういるもん、どうしようかな。マイナス36だから向こうに行かなきゃいけない。これ完全に見つかりますよね。一応これ持って、あもう見つかった、倒すしかない。おお、打ち返した、おお素晴らしい、一発。私強ーい。すごい、倒しましたよ。とりあえずすごい、落ちてないかな今。なんか落ちたの見えたけど燃えたっぽいですね。よし、なのでマイナス36だからこっちの方、前に1回探検に行ってますね、こっちの方です。マイナス36、はい、マイナス30、違う、マイナス35、この辺ですね、36の65、なんかこの辺みたいです。前に1回探検したことがある場所。なんかすごい怖い音する。あ、雨なんですね。はい、まずここにちょっと安全を確保したいと思います。こっちちょっとめっちゃ見えてるから、ちょっと雨のせいか重くなった。マコシ雨になるとすぐ釣りに出かけちゃう。でもそのおかげで私の手持ちを見ていただけると分かる通りめちゃくちゃたくさんね持ってるんですよ。あれちっちゃい。あー持ってきてない。作り間違えた。今ですねちょっとお家を拠点を作りまして、こんな感じで、でねネザーゲート作ろうと思ったらね作り間違えましたよ。私持ってない、間違えちゃった、取りに帰らなきゃ。狭いですねこれね、1音しかない、間違えた。
そうですね。やだ、無駄に1個ずれてる。ここ間違った2つ。あれも持ってきてほしいです。ついでにドア、キラケロいけそう。大丈夫、前に来たことがあるから丸石が置いてある。こっちだったはず。急げ急げ、すぐそこだ。ここですよ、もう拠点。あ、帰ってこれた、帰ってこれた。あ、びっくりした。私これ入ったら拠点に出ちゃうんですよね。丸石とダイヤのピッケルと、あ、丸石でもそんなにいらないですよ。まこしこっち来ちゃうってことですか。物だけ投げてくれるのかと思った。またごめんなさい、ありがとうございます。じゃあダイヤのピッケルと、あ、ドア、ありがとうございます。と丸石、あ、いただきました。ごめん、あ、間違えた、剣じゃない、さてーん。ありますよ、41個。あ、もらった。すいません。失礼いたしました。行ってきまーす。マコシ、じゃあ拠点に帰っちゃいますね。はい、ということで、ちょっとした拠点を作って、やっとネザーゲートを作りました。では、早速つなげてみたいと思います。いや、豚。豚ちゃんがね、ドア作ったらね、こっちもこっちも、なんかすごいことになっちゃって。別にね、私ね、攻撃してないから狙われてるわけじゃないんですけど、なんでですかね、入りたいのかな。じゃあ、行きまーす。せーの、カチン。さあ、これで今、マコシがいるあそこに私が出れるかどうか。で、ここが繋がれば、すごいね、また今度ですね、このネザーの中をつなげたいとは思うんですけれども、ネザーの拠点と今この作った拠点はめちゃくちゃ近かったので、村の移動も楽になるのではないかということで、行くかな。行きますよ、せーの、よいしょ。私現れる、そっちに。お、ほう、来たー。は、しかもちょっと夕暮れ。マコシ来れましたよ、すごーい。あ、間違えた。どうもどうも、来ちゃったはい、ということで本日は全もう一回いきます。はい、というか、いろんなのやってくる。みんな来る。いや、さっきから何回もエンディング撮ろうと思って喋ろうとしたら、いろんな生物がミーさんのところにやってきて、ちょっと面白いですね。さっきゴー様通り過ぎてたね。いきますね、もう一回。はい。はい。いっぱい来る。会いなくなった。いきます。はい。はい、ということで、本日は、前回、あ、違うな、以前ですね、できなかったナマコを、増やすことに成功しました。そしてですね、拠点のネザーゲートと、あと村にあるネザーゲート、それをネザーの中でつなぐことに成功しました。ということで、あとはですね、ネザーの中の方が距離が近いので、そのネザー同士のネザーゲートをもうちょっとつなげれば、拠点と村の行き来が簡単になるのではないかと思っております。わーい、教えていただきまして誠にありがとうございます。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしこの動画がいいなと思っていただけたら、高評価、そしてチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。また見てねー。